差別されたなと感じる具体的な体験を言ってもらえますか。まず村山さん。いや外国人として、まあ、差別が結構多いと思いますね、うん、それ黒人とか白人じゃなくてですね。そうですね、うん、多分みんな分かると思うんだって、隣に座れない、うん、誰も座れない、うん、電車もバスも電車もバスも私よく気づいたのは歩いている時、特にあんまり人が多くない時、うん、前に女性の方がいるとき、その方は後ろに見て私の姿を気づいてたとき、もうすごくスピードがもう上がる。え？女性なのに。そう、バスで隣に座れないっていうのはどうだろう。何割かは慣れてないもあるし、何割かは差別もあります。そうだね。アパートを借りるのが結構難しかったんですね、うん、大きな英会話学校で勤めてたので、うん、英会話学校が、建て替えて、敷金も払うし、ですから会社の契約だったんですけど、うん、それでもですね、決める途端のところで私が見に行った時に、でそのオーナーが、あ、外人やったんですね、うん、っていうところでもう急に全部キャンセルっていうことだから、うん、キャンセルになったんですか。もう3、4回ぐらいやったんですね。でもう何回も何ヶ月かかったんですね、やっとアパートに使われたら、うん、ですから、今はどうなってるかわからないんですけど、昔は結構それが差別がするとあったんですね。それは黒人だけではなくて、うん、多分外国人っていう、うん、それ同じ通りで、今年の4月私の友達は京都に引っ越しまして、うん、そう同じように不動産屋でアパートのこと、その八百屋さんに連絡するとき、いつも必ず外国人の方です、バハマ州から、うん、ちゃんと言わないといけない。最初にね、最初に、そう There's this stereotype of black men as hyper masculine as hyper sexual、I would be in a public stall, public bathroom stall, and I would have grown men ask me about my penis. Mm-hmm. And I would be in a club sometime and maybe just talking to a girl, not even with the intent to get her number or do anything sexual with her, but she would make these kind of innuendos to me, sometimes in English, sometimes in Japanese, like, you know, black guys, they really, like, no, I don't know what you mean. Mm-hmm.先月21日、日曜日の天神中央公園に大勢の外国人が集まります。Because Black Lives Matter, 100%。黒人の、人生が大切です。黒人差別に反対するデモ隊は、総勢400人ほどに膨れ上がりました。公園内の木に、ジョージ・フロイドさんら、これまで警察による暴力の犠牲になった人たちの写真を飾ります。 One of the biggest things about me today is speak up and speak out. Because alone our voices do not travel far. Because alone we are whispers in the roar of the world. Because alone we are ignored and passed by. But you saw us, you embraced our message, and you mobilized to come here to our aid.午後2時、天神中央公園を出発した400人のデモ隊は明治通りを行進。先頭を歩くアシーナさんは福岡に暮らして7年目の英語教師。アメリカから伝わる報道に自分たちも何かしなければという思いでこのデモを企画しました。平和と平等を歌い、福岡市の中心部を1時間にわたり行進しました。を主催したのはアシーナだったので、うん、なんで福岡でこういうことを起こしたか教えてください、うん、私も何かしたいんですけど遠いです、うん、めっちゃ遠いです、世界中の手伝いをもらえなかったら何も変わらないんです、うん、アメリカも黒人のことを気にしていない
とよく分かっています。一人で何か 変更することができない。もし一緒に私たちはみんな同じことを言ってプレッシャーになります。本当にちょっと考えなければなりません。やっぱり福岡でこういうことがあるっていうのが、福岡がもっといい街になってきてるっていう意味と私が見てます。福岡があのもっとインターナショナルになってつながってるんですね。でその他の国にもあったんですね。パリスにもあったでし、うん、ロンドンにもあったし、うん、ナイジェリアにもあったし、うん、そういうブラック・ライフズ・マターのデモがいっぱいあったんです、世界で。うん、で、一番、出てきた言葉はソリダリティですね。ソリダリティ。ソリダリティ。こういう暴力とか、こういういじめとか、うん、こういう差別というのはもう一切やめましょうというデモがよく出てきたの。あのなんで福岡になんか関係ないじゃんっていう声がよくあったんですけど、いや福岡に関係ある、人間が福岡に住んでる限り関係あるんですね。こういう表現ができてる街はすごくいいと思います。まあなるほどね。福岡の人にしてほしいことは、やっぱりなんかこれはアメリカの黒人の問題ではなく、これは人種差別、やっぱりなんか世界の問題なんですね。ずっと遠い町でもなんか苦労してる人、あの悲しんでる人、苦しんでる人、ちゃんとなんか、まあ、そういう人の力になってほしいですね。私は地元で働きたい。